フェベです。バイダンです。フェベのバイダンチャンネルです。ラザーです。さあ、ということで、今回は、NGC みたいな笑い方を2人して。さあ、ということで、今回は、はい、映画プレゼンでございます。はい。まあまあね、あのディズニーといえば、まあ、ランドシーとかね、うん、ありますけども、なんといっても映画ですよ。はい、根底にあるのは映画ですからね、はい、アニメーションもそうですし、実写もそうですけども、うん、ちょっと映画をプレゼンしてもらいたいなというね。フェイフェイ、どうしました？ちょっと前髪おもろすぎるわ。何がですか？ひどいわ、マジで。人前に出ていい前髪じゃないわ。何がですか？ドライヤーしなかったですからね、さっきね。フェイフェイの家でシャワーしたら、オフ感がすごいから。こっちはオフですから。ガーリーレコードチャンネル研究生オンでやってますから。ちゃんとそのよく言うとプロ野球選手のオフ、うん、悪く言うと現場終わり男優。いや、悪く言うなよ。現場終わり男優を生卵とか飲んでやってんだから、俺らだって。そうだから、まあまあ実写でもアニメでもいいんですけど、はい、なんかベイフェイに、まあ、そのつどそのつどおすすめの映画を紹介してほしいなということでございまして、はい、そしたらじゃあ今回が記念すべき第一作となるわけですね。まあそう、だからフェイフェイの好きなものでもいいし、はい、なんか今注目のでもいいし、どんな理由でもいいんですけど、はい、プレゼンを。はい、そしたらまず本日の作品は、うん、ムーランでございます。よーっ、わー。さあ、このムーランなんですけども、一歩目の編集みたいな声入れました。一応初期設定、そういうことだったかな。いや、いいんですよ、はい、僕のクオリティの問題なんで。さあ、はい、ムーランでございますね、はいはい、このムーランが、うん、あの実写されるのが決まってるんですね。あ、そうなんだ。はい、で公開日が、まあ、延期になりまして、うん、5月の22日かな。もともとは元は7日かな、確か。ああ、なるほどね。はい、はい、延期になりました、はい、なりつつも、まあ公開自体が、うん、はい、間近に迫っている作品なんですけども、まあ今まで美女と野獣とか、はい、アラジン、シンデレラと名作中の名作たちが実写化されてきた中で、ここに来てムーランと、うんうん、なので、うん、本作を知らない方も多いと思うんですよ。 いると思いますよ。僕もそんなに知りませんし、はい、ですので今回ね、まあ、ネタバレなしで皆さんにこんな作品ですよと、うん、でそれを見た上で実写化を見ていただけたらなということで、ムーランという作品をチョイスしたわけなんですけども。なるほど、はい、じゃああらすじいきますか。はい、はい、これあらすじが、まあまあ、プリンセスが、まあ、ムーランっていう、うん、これがあの中国の話なんですけども、中国、はい、中国の、まあまあ、一家に生まれた女性のこのムーラン、うん、これが、まあ、あのまだ戦争をやってる頃の中国の話でして、うん、これお父さんがあの一家から一人は男を出さないといけないということで、うん、出兵しないといけないんですけども、うん、戦争に行くと、はい、もう年で体がガタガタなんですよ、お父さんがね、はい、うん、でもこの戦争行ったらもう確実に帰っては来ないだろうということで、うんうん、ムーランが行くしかないと、ん、自分の中で思って髪を切り、親に黙って男を偽って戦争に参加するんですよ。親に黙ってんの？親に黙って、うわーすごいな。勝手に夜な夜な出て、うん、自分は一家から来た男であると言い張って、男だらけのこの男の世界の中にムーランが男を偽って飛び込んでいくと。イケパラだ。まあ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 、まあ、イケメンパラダイスだね、ポップに言うとね。ああ、イケメンパラダイスだ、はい、ってことでございまして、その中でもちろん男にまみれて力比べだったりだとか、いろいろな障害とかを乗り越えながら、ムーランは他の人との絆、信頼を得れるのかどうか、だって戦争自体も行くわけでしょ。はい、そしてそこで果たしてムーランはそもそもとしてバレずに最後まで行けるのかどうか、っていうところを楽しんで見ていただけたらというような作品になっておりまして。なるほどね、はい、でここが見どころっていうところがあるんですけども、はい、うん、はい、これがですね、あのムーランがこの、うん、まあ、軍に入って、うん、みんなで訓練をするシーンがあるんですね、うん、でみんなで訓練を経て、その中で最初はムーラン全然みんなに認めてもらえないんですよ、うん、弱っちいやつって思われてるんですけど、うん、訓練の中とか自分で陰で特訓したりとかして、うん、みんなからの信頼を得ていくんですけど、うん、その途中の、まあ、歌があるんですよ、うん、その歌のシーンのこの訓練シーン、うん、ここが何と言ってもカット割りから音楽のこの鼓舞の仕方、全てが完璧、気持ちをあそこのシーンでグッと持ってかれますんで、うん、まだ物語の冒頭の方のシーンにはなるんですけども、ね、そこで心をグッとつかまれますんで。これアニメのやつの話よね、はい、で今度実写化されるわけでしょ、はい、あのアラジンのさ実写化見たんですよ、はい、
で、まあ、元々のアニメーションの方で入ってなかった曲あったじゃん、うん、はい、あのジャスミンがさ、はい、最後の方一人で歌ってた歌、はい、ありましたね、うん、あーやべー、どうせ今出ないですけどとかでいいよ、そのなんかどうせあんまり早押しでとかもありましたけど、はい、やっぱスピーチです、はい、スピーチレスでした、ごめんなさい、スピーチレスね、スピーチレスです、はい、はい、ということでスピーチレスとかもそうだけど、はい、やっぱ歌でグッと心つかまれるって、はい、大いにあるよね、ディズニーでね、はい、それがもうディズニーの良さですからね、やっぱり、はい、はい、ムーラン、はい、いいですね。で、実写化の方は果たして、まあ今まで実写化されたシーンで曲が追加されたりシーンが追加されたりいろんな要素が追加されるのも楽しみ方の一つでございますけども、だから実写化した場合のムーランはまたフレフが見て僕が見て、はい、またここでお話できればことですよね、はい、はい、今のところ予告編の中に魔女という存在が出てきている、うん、で、これがアニメの方に登場しない人物、あ、してないんだ、さてこの魔女がそもそもとしていいものなのか悪いものなのか、うん、で、物語にどう介入してくるのか、なるほどね、はい、じゃあ結構ガラッと変わる可能性もあるわけだ、ありますので、あ、なるほど、そのあたりを楽しむためにはまずアニメーションの方のムーランを見ていただいてという、次回も楽しんでいただければということでございますね、はい、ということで今回のペイペイのおすすめはムーランでございました、はい、はい、2作目もお期待ください、はい、はい、それではまた明日の動画でお会いしましょう、また明日、はい、素敵なムーランライフを、一夜限りだムーランライフは一夜のままね、繰り返し見たらあれですけど、キャッ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 、なんで夜なん見るの一夜限りって昼映画見る人もいるから、そうか、昼もいるから、俺らの生活リズムで喋っちゃってるから俺らはね、そう、夜はそうなのか、そう、夜10時間多いから芸人なんで